本人からしたら驚愕のアメリカのコミュニケーション方法その1。さあ、ブロー。はい。How are you? 日本語喋れるから日本語でもいいよ。あ、なんだ、ペラペラじゃん。もう日本長いの？まあ最近来たばっかだけど、日本語は完璧よ。へえ。てかお前若そうだな。何歳？なんで？お前は年齢という概念を忘れてしまっているのか？は？年齢を聞かない、これ日本でも年齢を聞かないマナーはあるはずなのだが、実は日本人は敬語を使うべきかどうかを確かめるために生まれた年とか年齢を聞く。アメリカでは若い人に何歳って聞いたら FBI とか言われる。その2。年齢わからないんじゃ敬語使えばいいかどうかわかんないな。あ、でもこいつ日本人じゃないからタメ語でいいのか。俺日本のそういうマナーとかわからないし、別に何でもいいよ。まあそうだよね、そういうの気にしないようにする。あ、てか名前何？あ、俺斉藤だけど。斉藤？名前何？お前は日本語ペラペラなくせに名前という言葉を理解していないのか？何が？名前何？と聞くと、日本では名字を言うが、アメリカではファーストネームを言う。これ、意外と気づいてない人も多いのだが、日本で名前を教えてと言うと、高確率で名字を言われる。アメリカだと名字を言うことはほとんどないから、あいつの名字なんだっけとなるけど、日本では名字の方が圧倒的に使用率が高い。その3。そういえばアメリカ人って確かにマイクとかジョンとか名前でしか呼ばないな。日本人は田中さんとか斉藤さんとかそういうのばっかだもんな。なんていうか、その方が安心するんだよ。どの相手にも使えるからさ。どの相手にも使えるって、どういう意味？どういう意味って、どういう相手には名前を使えないの？いや、なんていうか。お前はシャリンガンを実際の技だと勘違いしてしまったウィーブか何かか？は？目をめっちゃ見てくる。そもそもアメリカでは目を見て話すのがマナーだが、日本でこれをやると攻撃的、威圧的と思われることが多い。その4。シャリンガンの使い手かと思ったけど、そういえばアイコンタクトってアメリカだと重要なんだよな。逆になんで日本人はアイコンタクトしないの？さあ、その方が礼儀正しいからじゃない？礼儀正しさで言うならアイコンタクトをした方が礼儀正しいだろう。え、まあそうなんじゃん。なんでアイコンタクトをしない方が礼儀正しいの？それはおかしい。いや、知らないよ。なんでか説明して。お前はレストランでシェフに指図する客か何かか？何が？ディベート文化。突然いかに何がダメかとか議論し始めようとするけど、日本でそれをやるとめんどくさいやつだと思われる。その後。あ、ごめん、ちょっとメール来たから確認させて。ああ、いいよ。俺もじゃあちょっとニュース見るわ。This is BS! 何、いきなりどうしたの？ああ、ごめん、ちょっとひどいニュースを見たもんだからさ。やっぱ人間だから感情出て怒っちゃう時もあるからさ。え？怖っ。え、なんで？感情を表に出すのは普通。感情を持つのは人間だから普通だろ？ロボットじゃないんだからという思考があるためか、怒りとかを結構普通に表に出す人が多い。日本じゃこれめったにない。日本だとそういうのは他人に見せないべきって思う人の方が多い。その6。よ、お、よ、久しぶり。久しぶり。最近どうしてたの？最近は YouTube 見てたかな。へえ、 YouTube か。どんなん見てたの？猫とか犬に関する動画とか。へえ、猫とか犬に関する動画見てんの？俺も見てるよ。ん？俺も結構そういう動画見てて、犬とかすごい好きなんだよね。この人誰？友達。俺何かした？知らない人の会話に突然入っていく。日本で特に初対面の人にこれをする人はほとんどいない。アメリカでは知らない人の会話に突然入るのをよく見るが、日本のこういう状況では紹介されるのを待つのが普通。以上が日本人からしたらちょっと驚くであろう事柄でした。特に年齢に関しては日本でも一応聞いちゃいけないはずの話題なのに、普
普通に聞いてきますからね。なんかもうすぐに学年の話とか世代の話とかしたがるんで。で、日本だと子供に対しても何歳って聞く人多いんですよ。これは中学生なのか小学生なのかとか知って話題の内容を考えるからですね。でもアメリカで子供に年齢を聞くと FBI とか言ってきますよね。もし日本人が子供に年齢を聞いてても FBI は呼ばないようにしましょう。